ポコーン作ってます。蒸気で透明ガラス蓋が曇っちゃうのがしょうがないです。だんだん乗り出してきます。弾け飛んでます。コロナワクチン正式承認、2月17日からなんとかって、今このスマホ画面にね、あの3カ所 の、 あの時事通信じゃないのニュース会社からね届くんですよ。4カ所かな。でもそれはもう仕方ないね。地震速報とかもね、花火みたいよね。ドカンドカン打ち上げ花火みたさないと。ビデオももうすぐ鳥の時間が尺が終わる感じだから、そのちょうどそれぐらい。後からプンプンってね割れ出すんですよね。全然取れてなかったので、なんか取れて取れてなかった。これが階段の地下のところ、この途中の排水管。これ上は地上ですよ。上がその地上、地下ですから、ここは。地上これ、途中でまだちょっとだけ階段があって、ここが地上に出るドア。やっぱり雨水が流れてるんですね。雨の日しかこういうことにはなんないから。では、ね、雨降った時以外この音は取れないと思って、これ音聞こえるかな。おばさん。
近くに来ればことが取れると思って来ました。排水管どうや。このビーフシチューパン、チーズ入り、木村屋総本店の1個216カロリー。明日の日付だね。今日は2月15日、バレンタインの翌日です。で、このビーフシチューパンです。これちょっと温めて、ちょっと今ちょっと時間経ったんで潰れて、わーすごい、なんかもう濃厚。食べるよ、いただきます。うん、うん、すごい濃厚、うん、玉ねぎ、じゃがいも、あと人参、牛肉、プロセスチーズ、他いっぱい、あと糖質はダメなんだけどね、フラワーペースト、小麦全粒粉、ショートニング、卵、水飴、パン酵母、食塩、脱脂粉乳、小麦粉調整品、加工澱粉、乳化剤、スサン、カッコ NA、カラメル、色素、調味料、アミノ酸と、なんとか剤、粘り剤、加工澱粉、ペクチン、セルロース、pH、膨張剤、なんとか、香料、保存料、ソービン酸。だからこれあんまり健康には良くないけどね。で、この、これはパンドミロールって言って、声優で買いました。声優の、手作りパン屋の三軒茶屋の声優。あそこに初めて行ったとこは、あ、おばさん。さっき薄い加工品につけてます。なんて素敵な国なんだと思った。初めて三茶の声優に行った時、じゃあ今日は何ヶ月ぶりかに行った、1年ぶりぐらいかな。これ、ベビーチーズの焦がし醤油っていうの、ベビーチーズ、ベビーチーズ初めて買った。これの嬉しいとこはカロリーがたったの38カロリーしかない。このパンドミっていう味のないパンでと一緒にこう食べたいと思う。ほんとだ、焦がしてる醤油の味する。すごいブサイクおばさんになってる。でもこれ初めて食べるものは取らなきゃなんだ。木村屋総本店の、いちごと白いチョコクリームというパンです。菓子パン、まあね、LINE のオープンチャットでもさ、菓子パンが大好きっていうね、あの菓子王くんを紹介してね、仲間がいたけど、菓子パンっていろんな、もうあの、なんだからさ、もう出ないんだろうなって、この残念があるとさ、なんか新しく発売されますよね、こんな感じで見たこともないよね。そうするとテンションが上がる。それが好みのやつならテンションが上がる。あんまり好きじゃない系のさ、なんかありきたりのはさ、あんまりあれな。これは1個あたり239カロリー。じゃあ開けますよ。っていうかもう今朝からね、頭がガンガン誰かに殴られちゃうみたい、痛いな、マジで。で、もうそこからずっとスマホでね、いろんなこと調べて、脳神経外科にでも行こうかとかね。でもなんか、あんまりね、何でもなかったらお金がもったいないから、どうしようか。そんなの、たやすく書かれるほどのさ、そんな大盤振る舞いできるようなさ、お金持ちじゃないから。よくよく調べたら、首のところから、これね、後頭部が痛いとかね、そういうのって、やっぱり筋肉の緊張とかね、そのストレスとか、もう人間関係の、もうこの生活自体のストレスとかね、もうストレス。あと睡眠不足。だって3、4時間だもん、毎日。これはおかしくなるよ。なんない方がおかしい。異常だもん。絶対12時過ぎないと眠気は、ねえ、異常だよ。こんなんなってる。
上にさアーモンドスライスがかかって、かわいいこれ、すごいね、袋パンじゃないみたい。これ割ると、あ、こんなんなってる。いちごジャムとホワイトチョコクリームと入ってる。実は朝って言ったって6時頃電子レンジで温めて、それで今お昼過ぎてるから6時間経っちゃってる。いちごジャムだね。みんなね、すごい頭痛かったの今。大体とか言うね、言いますよ。よく、これいちごジャムは嫌だな、うん、いちごジャムは、うん、好きじゃない。でもカロリーは思いのほかね、239だから良心的で、こういうの好き。1個あたりが300以下の、いや300、さっきのは置いといて、今度はこれ実はこれ剥がしてあるけど、パンってさ安売りするじゃない、値引き何パーセントか 30% とか半額になる場合もあるし、それのやつです。だからこうしてね、高いままなら買えないもん。100円だって高い、ほんとお金たまんないから、そういう売ってないとお金来ないじゃん。だから来ないんだけどね。でも金持ちのふりしたってお金が入ってこない、たらなんか虚しいじゃん。だから貧乏なふりしてたよ。貧乏だから素直に行きたい、その方が気楽なのよ。バスチーズケーキ、バスクチーズケーキ風だけで、これ294カロリー、約300あるけど、でも300を超えてないからいいんだよね。ほら、だいたい300超えてる書いてあるじゃない、菓子パンって。じゃあ、あえてね、300超えないのを選んだの。ああ、こんな、全部アンパンなんだ。これすごいよ、これ。電子レンジ温めてきたんだけどね、朝6時に。もう6時間経ってる。さっきも言った。ああ、これやばいね。うん。やっぱ山崎パンの方がうまい。やっぱ山崎ってすごいね。バスクチーズ、やっぱチーズの味がする。ナチュラルチーズ、プロセスチーズ、生クリーム。いっぱいこういう添加物が良くないんだよね、多分。だからパン屋さんって栄えるのかな。町のパン屋さん、ベーカリーパン屋さん、あんまり添加物入ってないじゃない。でもこういう山崎製パンとかの工場のさ、すごいじゃない。でもうまいよね、このパンの、パン自体なんか新しく変えたんじゃないかな、すごいよ。やっぱ山崎はね、工場のね、こういう機械を毎日毎回きれいに洗ってんだと思うよ。清潔な機械で生地をこねて、うん、すごいね、もう美味しい。これふんわりしてる、パンがふんわりしてる、ほらパン自体がふんわりしてる、ほらスポンジのような、なんでこれ、そんなパンだよ、スポンジじゃないんだよ、ケーキじゃない、パン。もうこんな、もう頭が下がるよ、山崎パンに。株式会社はめちゃめちゃ近い、自分の働いてるとこに。あれこれ全国かな、これ千代田区岩本町なんて毎日行ってる。受けたよ。